どうも皆さん、こんばんは。のっちん TV です。本日は、スマホ版の PUBG、PUBG モバイルのオープンベータテストのやり方を紹介していきます。こちらは、まだ、日本ではリリースされていなくて、中国版をインストールすることになるので、そのインストールだったりするのは自己責任でお願いします。ちょっとまだ本ちゃんで日本に来てるわけではないので、インストールとかされる際はその Android の場合は APK をインストールしたりするので、そこで何か問題が起きたときは完全に自己責任でお願いします。なのでそこだけはご了承ください。ということで、まずやっていきます。まず Android 版いきますね。自分は Android 版を入れたので、 Android 版を入れ方から説明していきます。まず Android の端末で、APK ファイルっていうのを入れるんで、APK ファイルをインストールできるように、してください。それのやり方は、端末名で、自分の使ってる Android 端末名で APK ファイルのインストール許可方法みたいな風に、ググって調べてください。それでまずはそこで APK ファイルというのをインストールできる設定にしておいてください。 Android を。そしてですね、次に、WeChat というのが必要なので、 WeChat というのを入れてください。WeChat というのはどこから取るかっていうと、このプレイストアに行って、でここで WeChat って入れると出てきます。これですね、 WeChat。 まあ自分はもう入れてあるんでインストールボタン出てないんですけど、この WeChat をまず入れてください。で WeChat 入れるときには、まあ名前とか入れる欄があるんですけど、一応その番号で、電話番号とかの認証があるので、SMS で受け取るか、電話がかかってくるようにして音声通話でその暗証認証コードをゲットするようにしてください。で、そしてそれで登録できたら WeChat のインストールが終わりです。で、次ですね、で WeChat はログインする際に使うのでインストールしておいてください。そして WeChat をインストールした後は、タップタップっていうアプリをインストールします。まず Google でタップタップと調べます。そうするとこの一番上にタップタップってあるので、これをクリックで、そうするとこの出てくるんで、この画面が開いたら、右の火災っていう、ダウンロードって意味なんですけど、この一番上のバーのこの右上にある火災ですね、ダウンロード、ここを押して、このタップタップをダウンロードしてください。これですね、これをクリックで、俺はもうダウンロードしてあるんだけど、まあこう開いてダウンロードします。そうするとここに APK がダウンロードされるんで、これが APK ってやつなんで、これは先ほど許可してあるんで、これで APK をダウンロードしてインストールしてください。で、これがインストールして終わったら、次にタップタップを開きます。このインストールされてる、これがタップタップね。で、これ縦画面になってるんですが、まあこれタップタップで、ここにもうトップにあるんですけどね。で、俺が入れた方はこっち、ZH 旧姓の全軍出艦、こっちですね。こっちの方が今のところできるのを確認してます。もう一個の方も後でやってみるんですけど、で、これをクリックして全艦出艦、全軍出荷、これをダウンロードして、ここでインストールとかダウンロードとか出ると思うんで、ダウンロードしてください。
で、これをダウンロードし終わったら開く。で、開くを押すと、ちょっともう一回これ再起動しますけど、これでまあタップタップインストールしたら OK です。その後に、全軍出艦こっちを押すと、はい、こう始まりまして、VUBJ、ティーミン、出てこうなるんで、自分はもうインストールしてあるんで出ないんですけど、ここの左と右に、WeChat は左、右に99って出てると思うんで、その WeChat 先ほど入れてた場合、左の方が WeChat でログインできるので、この微信体育ってやつですね、左の WeChat の方をクリックして、そうすると WeChat と連携してログインすることができます。そしたらこれでログインできるようになるんで、ここで、共有遊戯こう入っていって、でログインができます。これがまずは Android 版のやり方になります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価してってください。